1分で読書。今回の学びは、先生どうかみんなの前で褒めないでください。日本人は見知らぬ人とコミュニケーションを取ることが極端に少ない。若者は現役選手しか尊敬しない。人目につくような努力は恥ずかしく、競争も好まない。どんなに些細なことでも自分が唇を切って提案することは恐怖以外の何者でもない。褒められていい状況でも周りからどう思われているかの方が気になって仕方ない。先生にこれわかる人と問われて教室中から手が上がるのは小学3、4年生頃まで。あなたが何かに挑戦しようとしているとき、それをためらってしまう要因は何ですか？困っている人がいたらすぐに声をかけることができる強くて優しい心を持つにはどうしたらいいのだろうか。この動画があなたのためになりますように。